こんにちは、為替ウィークリーセミナーです。今週もよろしくお願いします。先週もドルは高値を更新して一時137円近辺まで上昇するところとなりました。ところで先週はユーロや豪ドルに対してもドル高が広がって、ほぼドル全面高ということになりました。一方でアメリカ の金利は、一段と低下したんですけれども、にもかかわらずに金利が低下したにもかかわらずにドル全面高となったのはなぜなのかと、そういったことについてこの後解説したいと思います。よろしくお願いします。まずはドル円の日足のチャートをご覧いただいております。ドルは先週も高値を更新して一時ここですね7円近辺まで、ここかな、一番高いところがここですから、7円近辺まで上昇ということになりました。ただその後は下落に転じて一時135円割れ、134円台後半まで反落という具合になりました。でですね、先週のこの番組でもお話してるんですけれども、こんな風に水曜日にかけて高値を更新してその後反落するっていうパターンは、FOMC があった6月の中旬からずっとこう繰り返しているパターンということなんですね。ここが FOMC があったところだと思いますけれども、ここがまさに15日水曜日で高値をつけてその後反落という具合になってますけれども、そして先々週もやっぱり、水曜日にかけて高値を更新して反落と、チャート的にも似たような感じになっているのが大雑把に分かると思いますけれども、これで3週連続水曜高値で週末にかけて反落というパターンを繰り返したことになります。で、137円近辺から一時134円台後半までドル反落となったので、最大値幅は2円以上ということになって、最近としては決して大幅なものではなかったんですけれども、それでもやっぱり1週間でドル円が2円以上動くというのはまだまだ活発な値動きが続いていると言っていいと思います。ところで、水曜日に高値をつけて週後半は反落するというパターンを繰り返した結果ですね、ちょっと週足のチャートでご覧いただきたいんですけれども、週足のチャートで見るとこんな具合に結構長い上髭を残すチャートがですね、2週続いた形になっています。ですから、こういうチャートって普通はドルの高値トライが失敗したということになると思うんですけれども、ドル高トライを2週連続失敗したような感じになってきています。なぜこんな風になっているかということなんですけれども、ドル高値をトライするけれども反落して上髭が長くなっているかということなんですけれども、やっぱりアメリカの金利の影響が大きいんじゃないかなというふうに思います。アメリカの金利は6月15日の FOMC 以降は基本的に低下傾向が続いていて、特に先週末はですね、長期金利の10年債利回りも、そして金融政策を反映する2年債利回りもともに 3% を結構大きく下回って引けるというところになっているんですね。ですからアメリカの金利低下傾向の中での金利が低下する中でもドル高値更新というのはやっぱり無理があるので、こんなドル高トライ失敗を繰り返したということなんじゃないかなと思いますけれども、そうであればですね、アメリカの金利の上昇が再燃しないことにはドル高のトライっていうのにもおのずと限界があるんだろうなというふうに思います。ということで、今週の予想レンジですけれども、値幅が先週並みの2円強というふうに考えた場合は、134円から136円中心の展開かなという具合に思います。先週まで3週連続となっているドル高値更新っていうことがついに今週は途切れることになるかどうかというところを注目したいと思います。続いてユーロドルです。ユーロドルはこんな
ふうにですね、先週はこの間の安値、更新含みの展開になって一時 1.03 ドル台まで下落ということになりました。それ見ててもとても微妙ではあるんですけれども、これ今、そっか、週足でご覧いただいてるからこんな感じになりますけれども、日足でご覧いただいてもですね、まあ、1.03 ドル台の後半がユーロの安値ですから、更新含みの展開のところまでユーロ安ドル高が続いたことがお分かりいただけると思います。でですね、こっちの方がもっとはっきりしてるんですが、5ドル米ドルになってくると、もう完全にこの間の5ドル安値を更新して、5ドル安、米ドル高が続く展開となりました。要するにですね、ユーロドルとか5ドル米ドルをご覧いただいてお分かりいただきたいのは、先週は、まあ、5ドルに対しても、ユーロに対しても、ドル高が進んだということなんですね。そうなってくると、さっきドル円で見たことの謎も一つ解消されると思うんですけれども、なんでアメリカの金利が低下したにもかかわらずにドル円がドル高トライを続けたかというと、まあ、ドル全面高ですから、それがドル円にも波及した結果ということが一つだと思います。で、そうであれば次の疑問として出てくるのは、そもそもアメリカの金利が低下している中で、なんでドル全面高というふうになったかということだと思うんですけれども、僕が思っているのは、先週ってまあ6月末だったので半期末であって、そして四半期末っていうことで、テクニカルな影響が、期末要因としてのテクニカルな影響が出やすいというところはあるわけですよね。で、それが理屈はわからないですけれども、まあ、ドル買いが発生しやすいということになったんじゃないかなというふうに思います。だから金利が低下している割にドルが買われたっていうのは、そういう期末の期末特有のテクニカルな影響が大きかったんじゃないかなと思います。まあ仮にそうだとするとですね、6月末ももう終わったわけですから、ドル買いの影響が6月末要因が大きかったとするならば、6月末が終わったことでドル買いも終わることになるわけですので、金利が上昇、アメリカの金利上昇が再燃すれば別ですけれども、そうでなければなかなかドル買いが続かないんじゃないかなというふうに思います。その辺を今後注意していく必要があるんじゃないかなという具合に考えています。では、経済指標カレンダーを使って今週の注目点について確認してみたいと思います。まず今週の月曜日はアメリカが独立記念日ということで、金融市場は休場ということになります。そして火曜日以降は火水木と金融政策に関係したイベントが続きますので、その点をまず確認してみたいと思います。まず火曜日はここにもありますけれども、オーストラリア の, 中央銀行 RBA の金融政策決定会合があります。RBA は過去2回連続で利上げをしておりまして、今回は3回連続での利上げが予想されるところとなっています。前回が予想以上に大幅な 0.5% の利上げだったんですけれども、今回も連続でですね 0.5% の利上げという予想になっています。そしてですね、水曜日、木曜日は、このカレンダーには書いてないんですけれども、水曜日は、6月の FOMC の議事録の公表が予定されています。そして木曜日は、今度は ECB ですね、ECB の6月の会合の議事録の公表が予定されています。今やはり、その金融政策、インフレだとか、金融政策に敏感にこう反応するマーケットの状況が続いておりますので、こういう議事録の内容もですね、ボラティティが高まる可能性のあるものだと思いますので、こっちの方も要注意ということになると思います。
そして、景気指標、経済指標の発表ですけれども、まずはあれですね、水曜日の ISM 非製造業景気指数の発表が予定されています。これですね、前回の 55.9 からですね、今回は若干というか、まあ 54.3 に悪化するという予想になっています。今とにかくやはりアメリカの金利の低下っていうところがこのところ目立っているわけですけれども、それはもちろん、景気の先行き減速懸念というところに反応したものだと思いますけれども、ですからこういうね、景気指標、注目度の高い景気指標が予想ではこう悪化するっていう予想増えてるんですけれども、実際に悪化した場合にやはり金利低下、さらなる金利低下要因になるかというところは一つのポイントになります。そして今週はですね、金曜日がアメリカの雇用統計の発表という予定になっています。失業率が こちらは 3.6% で前回から横ばいという予想。そして、NFP ノンファンペイロール非農業部門雇用者数ですけれども、こちらの方は、前回39万人、まあ、このところ40万人近辺での増加が続いてきたんですけれども、それから雇用者数がですね、雇用増加数が少し減って25万人の予想という具合に、こちらも、まあ、景気 の減速を織り込むような予想という具合になっています。そしてこの金曜日雇用統計 の発表のタイミングで月例の僕 の雇用統計セミナーも予定しておりますので、まあ毎月1回の定点観測としてご活用いただければなというふうに思います。ということです。依然として滑走はよく動く状況が続いて、それは何よりなんですけれども、そういうボラティリティにうまく乗ってですね、しっかり利益につなげられるように、一方で少しトレンド の転換の兆しもこう出てきてますので、その辺をうまく乗り切れるように僕の方でも情報発信を心がけていきたいと思いますので、しっかり皆さんにね、役立って出ていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。では以上です。失礼します。